ってくる気配です。強いわね、この敵。何発当てても HP が減らないわ。確かに強い。いや、強すぎる。撤退しよう。俺たちは何か選択を間違えたんだ。このエネミーは倒せない設定になっている可能性が高い。強制撤退。無茶よ。ここから脱出なんて。ログアウトする時間も稼げないわ。 UFG を使えばいける。このくらいの高さなら乗り越えられるはずだ。片手で UFG を使えばもう一方の手で、そうしたら二人生き残れる。決まってるでしょ、レイちゃんよ。私は戦います。いや、アバシでは火力大体、あんたが死んでレイちゃんがドロップしちゃったらどうするのよ。それにキリトさんには悪い。決まったな。了解。くそ、俺たちがエネミーを引きつけている位置に行ったんだ。強制撤退イベント、キリトがそう言ってた。たまにあるのよね、イベントフラ。まず倒すのが不可能な敵が、レイちゃんもあまり気にしなくて。アスナの言う通りだよ。このクエストは何度で。ただいま。うわ、ぴったり。さあ、もう。いや、あれは絶対 HP ゲージがゼロにならない仕様だって。おかえりなさい、キリト君。クレハも。ありがとう、アスナ。もう話は聞いているのね。終わったことなんだから気にしないの。あや、そりゃいいな。この前、変な店を見つけたから行ってみようぜ。でも、その前に反省会だ。SBC フリューゲルの中に入るには、私たちに何かが。でも、アファシスのパーツが不足して。パーツは全部集めてもらったのです。じゃあ、他にパスワード。クエストの流れから言ってすでに、困った、マスター。あくまで確かに原因の。そうだ、俺のお前。ま、私も SB 情報。こうしてみると、そうね。変。レイちゃん、落ち着いてくれ。きっと大丈夫。さっきまでここにいたんだもの。すぐ近くにいるわ。
あら、どうしたの？おい、お前さん。何、残念だったな。俺様は今まで、何だって何度も俺様と。それがなんだ！そんな顔しても許せ。ここで金、ああ言うな言うな。人の事情に立ったく。仕方ねえ。あいつはな、俺総督府前の広場へ早く行ってやんな。